新型コロナウイルス接触確認アプリご存知ですか？スマホが自動で人との接触を記録。もしその中の感染した人が情報提供を行うと、過去に感染者との接触の可能性があったことと今後取るべき行動について教えてくれるんです。そうしたら早めに対応できたり周りに移さずに済みますよね。ぜひご利用ください。詳しくはこちらで。皆様、本日はご来場くださいましてありがとうございます。試合中ボールが観客席に飛んでいくことがありますので、打球の行方には十分ご注意でご観戦ください。また折れたバットが飛んでいくこともございますので、合わせてご注意ください。エキサイトシートのお客様にお願いいたします。試合中は危険防止のため必ずヘルメットをかぶってご覧ください。打球や折れたバットの行方には十分にお気をつけください。お客様にお願いいたします。携帯電話で緊急地震速報を受信されましたが、その場を動かず椅子につかまるなどして安全姿勢をとってください。東京ドームは地震に強い建物です。慌てずに係員の指示があるまではその場を動かないようにお願いいたします。インターネットで巨人戦試合やつライブストリーム、スマホパソコンで巨人戦は見放題。